注目のゲームがここバンテリンドーム名古屋で始まろうとしています。解説は工藤公康さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。工藤さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？やっぱり先制点を取ることですね。先に点を取って主導権握りたいですもんね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか？ドラゴンズはここでピッチャー交代。2番手の岩崎翔がマウンドに上がります。先発の小笠原は5回3分の2を投げ、被安打3、4四球2失点という結果で降板ということになりました。岩崎としてはきっちり抑えていいピッチングを見せておきたいところ。打順は8番海野。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。フォアボールのランナーが出ています。ファウルになります。今のは変化球を狙っていたようなファウルでしたね。これは見極めます。打ちました。ショートゴロです。村松一塁送球します。一塁アウトで3アウト。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。とても緊張感のある引き締まった内容となりました。あと一歩と残念ではありましたが、いい試合だったのではないでしょうか。明日以降巻き返しに期待したいと思います。勝ったホークス、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は工藤公康さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでバンテリンドーム名古屋から失礼します。